さあほら笑い合おう。このチャンネルはモアイとマサヤのチャンネルなのだ。あおいしい人はモアイマサヤ、くにゅがお酒を飲みながら好き勝手する番組です。一緒に飲んでる感覚でご視聴くださいませ。あーおいしい。あれだね、うん、ね。じゃあちょっと違う、ちょっとあのさ、俺静岡行ったのよ土曜日に。全然話変わんだけど、で、暇な日が一日あってさ、あの千なんだっけ、なんか千元城みたいな、なんか、あ、駿府城だ、間違えた。あのお城があってさ、でなんか、どうする家康って松潤のあの大河やった、あれのなんか大河記念館みたいなのがあってさ、で契約が切れてなんか全部引き上げられちゃって、あの建物作ったんだけど閉館されちゃうところに、あの岡田准一さんのカメラマンでずっと撮ってたんだって、ま、あの松潤とかを、それをプレゼント、写真をプレゼントしてもらって写真館にしたの。もう、いい話だと思うじゃないね。でその結構大きな建物の中で無料立つから入ったんだよ。最初はもともとの、 あの、家康様のね、もともとの歴史 の、 あの紹介3枚ぐらいあって、で、1枚目松潤、遠くの松潤、でちょっと近づいた松潤、でピンボケ松潤、終わり。松潤記念館や、それが3枚。松潤3枚写真館とはっていうか、どっちかというと歴史のやつが多いんだよ。なんじゃこりゃ、資料館じゃん、資料館じゃん。見たら仰天するよ、本当に。期待してきたファンは、ってなるよね。交通費、交通費返すってなるよね。ファンはね、あの、ピンボケ松潤見て、あーって言ってさ、自撮りパシャパシャってすごい。そうなんだ、いいんだ。一番のおかしいなと思ったのは、そのね、まあ、ほぼ6枚のね、あの、まあ、松潤3枚の、その1000枚ところに、親父3人いらねえだろうと、従業員の。従業員いるんだ。いたの。あ、見張りがね、いたずらされないように。やっぱり写真パクろうとしたら止めないといけんから。じゃあ、クソじじ、あ、クソじじって言ったら、おじいちゃんよ。ああ、おいしい。なんか 城跡みたいな、なんか発掘してるとこも見たのね。で、なんか暇だからちょっと歩こうかなと思ってさ、ここ今発掘現場だよみたいな、別に見るとこねえから、で一周して帰ろうかなと思ったらさ、帰る途中になんか「ストップ!ちょっとストップ!」って言われて、おばさんから、あ、入っちゃいけないとこ入ったかなと思ったら、ちょっとあっち見て、ほら富士山が見えるのこっからってさ、すごい綺麗に見えや、綺麗ですねって言えるんだけど、ちょっと見えるっていうさ、リアクションに困るっていう。ちょこっと、ね、先っちょだけ見えるみたいな。そうなの。で、俺が行ったホテルの風呂からのがよく見えるんだけど、おばさんがすごい嬉しそうに説明してくれるから、あ、綺麗ですねって、ね、10分ぐらい話聞いてさ。おばさん。嬉しかったんだろうね。ちょっと待って、ほら見て、ほら見て、それがおばさんじゃなかったらね、ほら見てっつって、ちょっとの富士山でもバックミュージックで回れ回れないよ。始まっちゃうの。君たくが山口智子に言わんとダメなのよ。ああって始まっちゃうな。ほら見てよ、見てあれ。ちょ、どこだよ、どこだよ。富士山って。
富士山え、あれっていう遠いよ回れ、なんねえよ始まんねえよ新幹線の方がよく見えるわみたいなあーおいしい俺だって昨日帰ってきたんだから本当に、うん、休憩取ってまで仕事をしてきたんですよ金がねえから本当に、うん、だから財布ちょっとあったかいだからまたウイスキー頼んじゃった。あ、ホクホクですね。ホクホクですよ。徹夜で働いたんだよ。やってる間だよ。もう愛のお財布あったかいだから。もうすぐ冷めるんだから。あれみたいな。ねえ、なんだろう、旅のテンションでなんか大葉万能だれっていうのを3本も買って、なんでだろうな、これ。うまいけどね。うまいけど。使い切るの大変みたいな。そう。うん、多いの、すごく。ね。大きいの、縦長で。え違うことに使うなよね。大きいよってね。これ入るかなってさ。違うかな、どこにかな、どこにかな、冷蔵庫かな、冷蔵庫大きいから、大きいからね。大きいからね。冷蔵庫のあの扉のところかな。そうだね。もう実地、実地実地だけど入るかなってね。実地だけど。とりあえず今それ舐めながら酒飲んでます。舐めながらあの私は塩で飲める人なんで、うん、大丈夫です大丈夫です。堀石のスパイスでずっと一晩中飲んでたから、うん、じゃちょっとちょい舐めしながら、そうちょいペロちょいごくですね、うん、ちょいペロちょいごくちょいペロちょいごく、いやめっちゃいいや、なんそれ、シックスナインや、なんそれ、ちょいペロちょいペロちょい極はちょっと舌を入れたり、ダックダクじゃないですか。ダックダックダック、よだれダックダックです、ね。え、本当にそれよだれだけかな？よだれだけじゃないかのよ。何この会話。もう今日なんかあれだな、ぼかす能力がねえな今日。ぼかす気ないじゃんみたいな、ね。ないですね今日はね。うん、ね、ないです。ノーモザです。ノーモザ。ノーモザ。ノーモザでお送りします。うん、あーおいしい。あのムーゴー放送でねお送りしております。いやな、生じゃないっていう。生じゃない？生じゃない、収録放送じゃない、うん、ちゃんとね、ちゃんとつけてますから大丈夫です、うん、そうそうそう、まあ、バナナムーンゴールド聞いてるとこれは通じないな、これはな、ムーゴ放送っていう普段生なんだけど、あの緊急時でムーゴ放送っていう、そういう会があるんですよ、あるんですよ、うん、はい、本当にあるの、本当にあるの、信じて、分かった、信じてる、ありがとう、疑ってないから大丈夫、そう、うん、ありがとうございます、ということでね、今日ヒューマンさんね、今日はね、今日のね、ムーゴーってことでね、そう、ムーゴー放送なんですね、ありがとうございます、ね、っていうのがあるの、あんのよ、あー、おいしい、あんの無謀ね、無謀で、いや、いいね、いいね、なんか通じちゃうよね、あ、生じゃないんだな、俺たちはいつも無謀だけどね、無謀でね、ちゃんとね、ちゃんとしてるよってね、な、生あんまやってないっていう生やんないもん、生ね、危ないから、ね、危ないから、生ね、生はそう、ママ危ないから本当に。合ってるよ。しかもそれな。今その。そうだね。俺らの生は危ないっていうのは合ってる。危ないから。そう。合ってんだよ。危ない。危ないから。うん。生危ない。すっげえ危ない。本当に。次の日反省しちゃうと思うね。本当だよ。俺が。前回ね。ああ、やっちゃったっつってね。すいませんでしたっつって。ちょっと待って、ちょっと
2本目取ってくるから、はい、ちょっとミュートね、ちょっとミュートしとくから、はい、いらっしゃい、はい、酔ってらっしゃるもん、あらあとね、なあ、ね、まあんま取ってくるかな、うん、思い出して前回の収録の1本目は良かったんだけどみたいな話をしようかと思ったら忘れてたんです、ああそうだそうだそうそうそう、うん、2本目ね後半がほぼ使えないっていうね、うん、あれがね、うん、多分面白いんだよあそこ、うん、俺が狂ってて、うん、狂ってていや俺聞いたんだけど今日さ、だけどこれ編集長引くなと思って、うん、今あまだ流れてないけど火曜11時から流れるやつ1本目だけです、うん、分ける気なかったんだけど今回、うん、いいんじゃないでしょうか、ダメだって思って、うん、最悪流れねえ可能性があるまるまるまあ、うん、ちょっと頑張ります、そんなになんかあったっけ、途中からねちょっとねちょっとメンヘラおじさんが出てきちゃってちょっと思った、そうだっけ、下ネタうんぬんじゃないのよね、うん、そうだよそうだよ、そあの、ね、別の問題が出ちゃってるから、ね、ほんで何とかしようとして空回るっていう、空回るっていうそうそうそう、私がよくやるやつです、うん、空回った結果もっと言わなくていいこといっぱい言っちゃうっていうリカバリーしようとして、うん、かぶせた結果、うん、みたいな、ハンマーで壁をぶち抜くっていうこれ隠そう、この絵を隠そうとしたのに壁、そう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 、壁ごと砕いちゃったみたいな、だから滑り続ける芸人と一緒よね、あれだね思ったより壁が薄かったみたいな、ポンちゃんからみたいな、このポスターどこにあるかな、ここに決めた、パッバラ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 薄すぎマリオ、マリオのブロックです粉ぐなっていう、うん、だってマリオのブロックだっておじさんの拳でだってぶっ壊れんだよって、うん、そうだよね、うん、しかもあれって初期設定だと、うん、キノコ王国の人が変えられてるんだよね、うん、あれってさ、そうだね、キノコ王国のね、うん、住人をだからバラバラにしてる、うん、バーンっつって、ひどいよねあれ、うん、そうだよね、そう考えたらね、思いっきり踏んでるしね、うん、たまにカツアゲするし、うん、チャリン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 火でね、焼いてるしね、亀を踏みまくって自分自身を生き長えらせてるからね、ものすごい噛んだけども、うん、まあ、ほんとに生き長らされてるけど生き長らされてるもうみんな言えてないみたいななんだっけ正解はって感じだけどもう忘れちゃいましたけど、だいたい分かっ、だいたい通じるよね、うん、通じるからね、モノマネに逃げればいいと思ってるの、ほらね、本当だよ形変えてしまうぞこら、あのマリオの映画って見た、見てない、見てない、マリオね、あのすげえヒットしたな、じゃ最近あのあれ、うん、あれでしょ、うん、スーパーマリオムービー、うんうん、見たいんだけどまだ見てない、うん、プライムのやつ、うん、あれ、うん、まあ、ネタバレはしないんだけど、うん、ヨッシーの扱いがひどい、うんうんうん、あ、プライムで見れるの、あ、見れる見れる、うん、あ、じゃあ90分ぐらいだから、うん、じゃあ見ようかな、さっきまた見たらさ、ヨッシーの扱いひでえなって思っちゃった、そうなんだ、そんだけそんだけいや、あんだけ相棒なのにって、うん、まあまあ見ればわかる、うん、だってヨッシーに乗ったりしてるよね、うん、1個だけ言います、乗らないです
乗らないの？乗らない。ヨッシーって乗り物じゃないの？だって。ねえ、乗り物だよね。うん、出ては来るけど乗らないです。え？見りゃわかる。多分でも、うん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 、まあまたあんじゃないっていう感じのなんかわかんないけど。第2弾みたいな。わかんない。でもゲーム一回でもやったことあるし面白かったよあれ。ああそうなの、ね。ゲームだとねあの、うん、ヨッシーをねあの谷底に突き落として自分だけ助かったりあるよね。あるよね。あえいってね踏んでね。踏んで蹴ってね、うん、その反動でこう自分が浮き上がるみたいなね、うんうんうん、ああよしちょっとあまあまあいいやあねよしいなきゃどうしようもない時は必死で追かけるくせにねまあいいやっていう、うん、よしってあれなんでさ降りたら逃げるんだろうねあいつらやっぱりマリオのこと嫌いなのかなやだよ確かにめっちゃ逃げるぞ確かにそうだよねいや多分女好きなんじゃないかなどういうことひげのおじさんに乗られるのがやあ臭いっつって臭いひげ洗ってないずっと臭いんだよちょっとやめてよっていうひげが臭いの、うんヒゲが臭いそうほらあそこほらちゃんとシャンプーとかなんかわかどういうあれ扱いなんかわかんないけどうん、うん、さちゃんと洗わないとね毛をねこうそう毛をねちょっと絡まったりとかしちゃうから、うん、そう毛が絡まるから、うん、絡まって痛いから、ね、痛いから巻き込んじゃったりするから、ね、そう ね, ね部分変わっちゃったりとかしたら痛いからね痛いからね痛いから臭いからね、うんあーおいしい麺類とかすすってる時に巻き込んじゃったりするじゃんねちゃんとねちゃんとこう綺麗にねこうちょっと避けながらやるんですね飲みながらそうだからマリオは絶対、うん、あのすすれないのよ麺類はあのレンゲの上にちっちゃいミニラーメン作るあーあーそういうタイプのねそういうタイプの、はいはい、でも冷静に考えてそういうタイプのおじさんおじさんおじさんでそれやるみたいなそれやってんの最後に見たの GTO のトロコぐらいなんですよ私やったことないですGTO あれもわからないあ俺はわかるよ、うんまあ、ここはわかるだろうなとか一応言ってみたんですけど私何やってもダメなんだちゃんと女優になったからあーおいしい大丈夫ですかちょっと思うまさか真似すると思わなかったもんだもん氷がね、あとね、ヒュッて今、笑った瞬間に入った。ヒュッて、うん、最近見出してるから、また。またあれがね、あの復活するもんね。ああね。リバイバルに向けてね。うん。反町隆史って、うん、あの、関連で検索したら、あの、懐かしいドラマ出てきて、うん、最近そっちばっかり見ちゃってんだよね。なに、うん、ホットマンっていうドラマ。あったね、あった。わかんない。ホットマン？ホットマン。それも教師なんですよ。そう。なに、ホットにあそこ出てくるけどね。いやいや、僕出ないですよ。僕出ないですけど。出るかあ、出るか。でかっすよね、ほんとにね。僕が出るかって言って。おこがなしいとはこのことですよね。ねねねねねねめちゃくちゃ久しぶりじゃないですかもう。いや僕はもうホットマンじゃないですか。いつでもホットに熱い。これってかっこいい。ああおいしい。いや似てんのよねっていう。ホットマン。ホットマンはね。うーん。いつぐらいかなあれって。だいぶ昔だね。十何年もっと前か。
え、ビーチボーイズより前、あと。あと、あと、うん。あとなんだよ。わかんない。売れて、めっちゃ売れたのが落ち着いたぐらいの時に、なんか、そうな話だけど。GTO の後だよね。そうそう、あと、あと。あ、さらに後なんだ。うん。GTO の後、エスミマイコと大コケのドラマやって、その後ぐらいかな。さそのさらに後なんてえみたいな確かそんなんだった気がするけど、その前だと毎度ごめんなさいとか出てくるけどわかんないから皆さんねなんで言ったんだろうね今ね保坂直樹と松島松松松松幸康子って言いたかったのもあるんですよなんでもないです松島奈々子は奥さんですよそうでした間違いないし、ね、松井ですでもそうビーチボーイズ見て この間なんか再放送やってて見たら、うん、いやマジ色気がやばいと思って鳥町さんのだってに年齢調べたら25歳とかなんですよえ25歳で、うん、みたいな風が揺れてるフォーエバーよーなやりたくなっちゃうまことーっつっていやそれでほんと竹野内豊と、うん、なんだっけ広末涼子とって出ていやもうなんか広末も可愛いしねえあの時はねねえみたいないやいいっていうね俺イナモリズム結構好きだったアイナモリズムもいいんだよ ね、まあ、ねあの人誰だっけマイクマッキ マッキーあそう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 あそうそうマイクマッキーねいいキャラかっこいいねかっこいいよね、うん、ほんとねここは、うん、ここは俺の海だお前たちには前たちの海があるそこもやるんかいすごい何でもできるぞ俺さっきの言葉響いちゃったんだよね。それまちもいる。そういうまちは今勉強中ですから。でも GTM ってやろうって言ったじゃない。うん、だから今見てんじゃねえかよ。ありがとうございます。始まったらすぐやろうぜ。ねえなんか再生回数すごいでしょそれはねあのね最初の GTO の 再現ですそれが良かったのとあとあの、うん、また始まるっていうので、うん、やろうぜっつって GTM っていうのをオープニングまでちゃんとそれっぽくやって、うん、これめっちゃいけるんちゃうと思ったらあれ、うん、ってなってほんと、うん、ってあーきっと来るから異常に伸びたのはあの、うん、ドラマの映像にアフレコしてで教頭先生萌えさんにやってもらってねそれがいいそれは伸びたんだけど、うん、コメントか何かちょっと的外れというか、うん、あのねあごめんなさい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 私またやってしまいましたすいません誰すいません何でもないですその男の声誰なのよ私とマサヤさんです私とマサヤさんだったすいませんこの人この人たまに分身するからねいやなんかねあのその、うん、GTO の伸びたショートね、うん、あのコメントが全部ねあの GTO に対してなのよああモノマネに対してじゃないっていうああこれほいやもう似すぎちゃってもう本物だと思っちゃってるみたいなと信じたいんですがモノマネであることがもう分からずもうあこれ本編のあれに対してのあれなんだでもちゃんとねあの字幕で、うん、鬼塚雅也ちょっと入れてんだけど入れてんだけどね入れてんだけどやっぱり GTO は反町だよなとそう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 この言葉
今でも覚えてますみたいな、はい、この回し蹴りが忘れられません。そう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 、2万7000回っすよ。すごいこれ、331俺が本物の反町だったら、分かってる君たち、よく言ったって言えるんだけど、俺反町じゃないから、俺やってんですけどね。ちょっと控えめな。さて、最近のゆとり世代、Z 世代叩きにも通用するいいセリフとか。セリフに対して、モノマネを評価せえっていう。せえっていう。一時期ずっとしてたよね、これね。ねえ、まあそのね、一人でもね、すごい似てますねの一言があれば、こっちは気持ちよくできるわけじゃないですか。すごい嫌な言い方したね、今まで。まあでもなんか、リクエストはね、一人だけ来たけどね。来たね。メーラーみたいな教師がやるから、みたいな。これもやったけどね。やった。あともたかしくんのこと好きとかそんな。そう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 。俺たかしくんじゃないよ。まさしくんじゃない。まさやくんだよ。まさやくんだから。結構大きめな字で鬼塚正也って書いてあるんだけどね。ね。でもやっぱ似てるってことなんじゃないですか。でも。もう似てるのは否定しない。だから流しで、ね、フィードで見たら分かんないかもしれないね。分かるよ。まあ、俺の中尾明が似てたのかな。じゃ違うか。うわー、似てた似てた。そう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 、やめて。やめて。あれ似てたよ。やめてくれよ。恥ずかしいからやめてくれよ。主役が消しちゃったもんね。なんでだよ。やめてせってなんか変な潰し合いみたいな。俺の内山田萌えてちっちゃく書いてあるんだから。自信がないから。まあ実際ね、確認していただければと思うけど、本当にね、それがこちらになります。それがこちらになります。はい、はい、わーって映ってるね。はい、リンクここだからね。はい、このね、右上にね、はい、リンク貼ってあるから、はい、飛んでっていうね。なんなら動画流してます、ここでね。流しちゃってね。はい、ちゃんと飛んでね。はい、飛んでね、ちゃんとね、ね、はい、あー、おいしい。使わせていただいているやつなんで。ありがとうございます。すーね。すいません。あ、ごめん。ずっと俺マイクに向かって喋ってなかった。どこに向かってる、あなた。どこに向かってるんだろう。分かったから分からないかもしれない。すごい洋服ね、なんかほちゃら出てきたみたいな。出てきたね、本当に。ねえ。本当にリアルでいたらぶっ飛ばしちゃうのよね、もうね。よかった、つまで。怖い怖い怖い。土田さんみたいな言い方やめて、ほんと怖いからな。数分後。ベロベロになったらええねん、こんなもん。こんなもん言うてもだ。こんなもん言うても自分の番組ですよ。あ、なったったらええねん。練習でどうにかすんねん。まあ、まあね、そして結果流せない回が結構増えるかもしれない、ね。ええねえねえねんねんって、お前らはもう何年到達松本かお前ら。ええねんってね。酒を飲んだらええねんってね。ええねん。カットをしたらええねん。それでええねん。それでええねん。スマドリじゃあかんねん。あーおいしい。あーおいしいとはもがいまさや。くにゅがお酒を飲みながら好き勝手する番組です。一緒に飲んでる感覚
ああ、おいしい。